日打山の一区引3階は、関川伊勢で、姫川伊藤、長野県と新潟県との境に連なる3域の総称、区引アルプスあるいは、妙高連峰と呼ばれることもある。主要な日打山、妙高山、新潟屋家山は、区引3山と呼ばれる。この3階は1956年7月10日に、 上信越高原国立公園に追加指定され、2015年3月27日には、分離して、妙高音学士連山国立公園となった。一帯は、高山植物に恵まれており、千島桜の南限とされている。富士火山帯の最北端に位置し、外林山を擁する妙高山や活火山の新潟焼け山がある。このため周辺には、多くの温泉がある。 一帯は有数の豪雪地帯であり、山独には多くのスキー場が開設されている。日内山の頂上付近の廃末帯には、雷鳥、高谷池などには、箱根山小を、山独には、月のワグマ及びのスリや五十からなどの非常に多くの野鳥が生息している。講義には、都学士連峰や黒姫山を含めることもある。山海の両線は複雑に連なっていて、 いくつかの峠の名称が付けられている。3階を源とする川は全て日本海へ流れる。妙高山の東側に山麓には多数の温泉地があり、妙高温泉号と呼ばれている。また甘飾り山山麓にも温泉地がある。山麓には多くのスキー場があり、春先に山スキーで利用されることもある。一部のスキー場は休業したり廃業したりしている。 ありがとうございます。